皆さんこんにちは、ハヤトです。今回は信長の野望大使第9回になります。兵糧三千で講和を締結、よしこれだ。承諾いいよ、構わんよ。よし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 、北条家と停戦することに成功しました。これで北条武田ととりあえず戦争状態じゃなくなったね。永禄12年冬、当家の御用商人により献上したい品があるとのことです。なんだね。小桜川脅し鎧、お、いいね。武田家に伝来する大鎧だって、あ、いいの？つつじが先取っちゃったからだ。あ、一等級だって、すごい、ものすごい鎧じゃないか。よしよし、受け取ってやろう。何様だよっていうね。よし、まあどうなるかはわからないけど、今のうちにちょっと、あ、大名から強い恨みを持たれているので、有効度を上げることすらできない。めちゃくちゃ恨まれてる北条には。我々との関わりを閉ざしています。信玄も激おこ。もう謙信と仲良くしなきゃダメだ。めっちゃ怒ってる、北条氏康と武田信玄が。怖いな。家宝も取っちゃったからな。ちょっと建設的なことをしてみるか。この貯水池で兵糧収入が増えるみたいなので、これを建てていきたいね。貯水池範囲内の洪水干ばつの発生を抑え、拠点の兵糧収入を 4% かけるレベル増加させる。これがいいね。よし、ここに建てよう。なるほどね、いいね、候補地。さて、ちょっと家宝を見てみようかな。盾なし鎧、信玄が着てたのかな。これ小桜川脅し鎧、着流の証として武田家に伝来する大鎧。盾が無用なほど堅牢なので盾なし鎧なんだ。へー、今日からうちが本家武田家を名乗っていくか。持ってるしな、つつじヶ崎も持ってるし、うちが本家、向こうは元祖かもしれないけど。なんかこう鎧を赤く塗って戦っていこうかな。ルミンも戻ってきた。さすがつつじヶ崎、1万人兵が出るぞ。いいね。あ、上杉謙信改名イベントだ。仏門に深く帰依していた上杉政虎は、詩読めない。薬王創建曹洞宗、上杉謙信に禅を教えたことで知られ、後謙信の創建した越後妙正寺の開山となった。謙信と陣中で禅問答をしたことで有名な人物です。ただ知らぬということにあらず、知ろうとするのみでは知れぬということ。神羅万象、万物を知る道、それは知ることにあらず。御仏にすべてを託し、ただひたすらに仏道を歩むこと、それこそがこれより我の信ずる道なり。これを悟りし、我がな死より授かりし、あざなとともに謙信と我はこれより不義庵謙信と名乗らん。上杉政虎は上杉謙信と改名、仏門に一層深く帰依するのであった。名前が変わったね。成森様、大雪のようです。お、元服来た。先月の終始です。来たぞ、家臣が増えた、素晴らしい。誰が増えたんだ、いいねいいね。豊作は特にやりたいのないね。戦闘系のやりたかったけど、あ、これいいね、獲得施策力上昇。やっとこやっとこ。豊作もかなり伸びてきたよね。現状はまだしばらくは動かなさそうだね。どっかと全面戦争するには早い。あ、そうだ、誰が増えたんだ。国見城に武将が増えてる。あ、また横瀬の子供か。横瀬重明。まあなんか控えめな能力だこと。横瀬くんいいね、もっと子供作ってくれ。今から作っても16年後だけどね。なんか来たぞ。あ、家康が信玄のところに攻め込んだの？勝てるのこれ？え？家康血迷ったか？信長の兵借りる手立てが整ってるのかな？
三河武士。え、とりあえず様子を伺ってみるか。今武田家についてもあまりうまみはないからな。拒否。よし、力を貸してやろうじゃないか、家康。まずい、上杉との同盟がちょうど最悪なタイミングで切れたぞ。まずは、最速で、交渉上杉と同盟24ヶ月。上杉謙信、またグラフィックが変わったね。はい、謙信とは仲良くしておこう。そして、どうなるんだ。うん、やっぱり北条も軍出すみたいだね。信玄はこの乾城、ここに全軍を集結する予定みたいだね。ここで北条と集結して、長篠城で戦う。長篠で合戦するつもりみたいだ。大丈夫なの？長篠だよ。僕がもし過去にタイムスリップして武田軍に加わることになったら、長篠以外で戦いますね。とにかく長篠はちょっとなぜかわからないけど勝てる気がしないな。本田忠勝。あ、織田軍のさっさなりまさも力を貸すみたいだね。あとは戸田、青木、ちょっとよく知らない武将たちも。あ、木下秀長、これ豊臣秀吉の弟だね。秀吉の弟も合流するみたいだ。織田もやっぱり力貸すんだね。あ、待て、まだまだいるぞ、これ他にも。あ、明智光秀、島左近、お、すごい、一流武将が向かってる。あ、信長も来るみたいだ、これ。信長も来るの？来るんだ。そうか、信長が家康と合同で武田家攻め始めたんだ、これ。長篠で長篠で信長家康対武田信玄北条氏康っていうすごい戦が起ころうとしている。ちょっと関わらないようにしておこうかな。吹けば飛ぶような武将たちじゃちょっとこの戦には混じれないね。サイドから横槍を入れたいんだけど、北条はあんまり主力を出してる感じじゃないね。近場の城から少しだけ軍出してやろうかなっていう感じだ。どっちが勝つんだ、これは。よし、じゃあ俺はこの隙をついてまた近場の城攻めようかな。ちょうどね、上原城とかね、近くにあるからね。チャンスだよね、これね。ちょっと歩兵をギリギリまで兵を出すのです。ギリギリまで。うちの農民は戦力だからな。畑なんて耕さなくていい。米は奪え。相手国の農民から奪え。来年の分の種もみを奪うのだ。あ、でも9月にならないとお米がないんだよね。とにかく消費が少なくて済むように、少ない兵数、ギリギリの兵数で手近な城を攻めよう。どこを攻めたいかっていうと、やっぱりこっちだね。上原城、高遠城を攻めるのが良さそうだね。この神原城に行ってしまうと北条のルートがなくなるから、北条と戦になりかねないんだよな。それは避けたいね。よし、しばらくは様子を見てみよう。これはさすがに武田が不利なんじゃないかな。信長が来ちゃうとなると。どうなんだ、同盟の申し出受け入れよう。しばらくの間は手を結ぼうではないか。ありがとう、謙信。じゃあさらに、交渉。お米を売ってください。15,100。安くで売ってくれるかな。ロハでもいいよ、ロハでも。真田幸隆君、84,000は信長でも簡単には破れないはずだが、どうなるのか。論議ポイントばっかりもらってもしょうがないんだけどな。あ、部隊移動速度上昇取っとこう。足軽戦闘力上昇、精鋭足軽。よし、いいね。
成森様、どうやら武田信玄が我らの中野城を狙っているようです。中野城ここ、いやそれどこじゃないじゃん武田は信長なんとかしなさいよ。神前、家康と仲良くする必要はないけど、織田家とは神前やっといてもいいかもね。横瀬成重、君に決めた、上限までよし。まあ多分家康と戦争することになるだろうから、信長と仲良くする意味はあんまりないかもしれないけどね。どうせ戦争になると思う。まあでもやっといて損はないね。続々と精鋭が集結している。いやこれ雪高厳しいんじゃないのか。でも籠城する側の方が有利だよねきっと。ああ兵糧1万5000やってもいいけど、家宝よこせって言ってきた小桜落とし鎧、これってどんな家宝だっけ。やってもいいのかな。米くれるんだったら1年分ぐらいのお米をくれるって代わりに。いいよな家宝なんて。承諾よし、いずれ返してもらうぞ。これど、これ武田が勝ってほしいなこれ。あ、武田が勝った。おお、狭い城だから徳川側は兵をうまく使えなかったんだね。これ報告いたします。さあこんだけ無傷で守られちゃうと武田攻めができないけど、うちはうちでどうしようかな。ただこれ徳川は当分戦えないよな。どうしよう、これは当分様子見になるかもな。こっちから仕掛けるのはもう無理だからね。織田家と通商を結べるようになりました。はい、信長とは仲良くしといて損ないね。あ、うわー来やがったいざ成森が首を取る。いやよかった、謙信からお米買っといてよかった。来やがったな。まあいつか来るとは思っていたいつかやらねばならん時が来るとは思っていた。不義の戦で世を乱す者、ありがとう謙信、我が義の刃を持って成敗せん。謙信できる、頼むぞ謙信、力を貸してくれ。武田家が北条家に助力する、マジか。成森殿、こたびの戦に備え心ばかりの品を送らせてもらった。ありがとう謙信、マジいいやつ沼田城取って本当にごめんね。我が領内に敵が迫っております。岡部元信が八方城に約10万2500の兵で攻め寄せてくるようです。10万か、10万か。八方城はでもね有利に戦えるんだよ。ここね、うちがこの準剣所、あとね砦があるんだよね。だからかなり有利に戦えるんだここなら。あとは早く兵を合流させて、よし迎え撃つぞ。いや待てよ、何人まで出られるんだここは。よく確認しておこう。ここは上限8100、うちは1万100までは兵出せるね。八方城にこもってこの山城で戦えばいいね。しかも騎馬隊はうまく動けないぞここなら。うん、八方城ここで戦おう。カウンターで川越とか取れないだろうか。少し多い目に兵を出して。相手はどんな武将が出てくるんだ。岡部元信、まあ、あの今川の優秀な武官だった人だよね。今川がもう滅んだから。あとは、山の上道久、よく知らないな。山上太田、なんか大した武将がいないなあ、これ岡部元信か。北条氏家、うん、なんかあんま質が良くないぞ北条の武将氏康が出てこないなら勝てそうだな。狭いところで戦えばよし、いける。
こっちもしっかり編成を整えて戦おう。八方城の兵は出した方がいいな。33,000、こんなに兵出す意味はないんだよな。半分でいいや。どうせ1万までしか戦場には入れないからね。まあ25,000人ぐらいいればいいかな。ここでとにかく避けたいのはお米を無駄遣いして今後に差し障りが出ることだよね。ちょっと考えた方がいいぞ。ちゃんとこれで大丈夫か。よし、行くぞ。進め。領地を拡大する好機が訪れたようだな。相馬対安藤。あ、よかった、関係ない、拒否。うちかと思ったよ。早く、ちょっと急いで八方に向かって。敵が来るぞ。もうすごい量だな、10万人って普通じゃないぞ。待て、戦争が楽になる能力というのは舞台意識上昇、舞台移動速度上昇。よし、ちょっとでも戦を楽にするんだ。10万だって来たな。でもこれはおそらく戦闘なしで破れるんじゃない。いけるはず。北条家の軍勢が目前に迫っています。指揮なさらずとも我らの勝ちは揺るぎません。よし、北条家との決戦に勝利しました。来たー。あ、5万人も殺してる、すごい。山城効果来たな。よし、これはカウンター入れ時だな。バカめ、こんなアイロに攻め込んでくるのがいかんのよ。いや、用意しててよかったな。やっぱ砦とか強いんだ。砦って、行軍、川越が欲しいな。ここを取れば北条の首根っこを抑えることができる。江戸城も目の前だ。八王子でもいいけど。よし、このまま進軍してみよう。ダメだったら下がればいいからね。問題は武田が攻めてくるのがちょっと怖いことだな。武田はまだまだ余力ありなんだよね。まあでも一応家康と戦争中になってるから大丈夫かな。先陣を切らせてもらう。あ、第二部隊を用意してやがる。26,000人。ちょっと待て、氏康が35,000持ってる。川越城は何に入れるんだ。ここ川越城は7,100人しか入れないね、川越には。ただ守り側がやっぱり有利みたいだ。厳しいな、平地だからな。一回ばらけようかな。攻めるなら今なんだけど勝てないな。ちょっと謙信連れてくれば勝てるかもしれないけど、武将の質も悪いからね、うちは。謙信何してんだこれ。あ、謙信こっちの戦争に参加してるんだこれ多分。謙信も忙しそうだな。ここで無理してもし負けてしまったら信玄が攻めてきた時に返せないね。帰ろ。いざ参る、出陣するぞ。無理するとこじゃない。とりあえず返せただけで。北条を攻めるのはちょっと良くないんだよね。北条の城取ってももう入れる武将がいないからあんまり良くないんだよ。徳川家康は甲斐に兵を進めるつもりのようです。甲斐か、ちょっと帰ろう。今は武田家を滅ぼしたいな。武田家の家臣が欲しい。帰ります。待機する。じゃあな、氏康、はい、戻るぞ。あ、ちょっと待って、氏康が来る。げえ、今俺バラしちゃったけど舞台。やばいこれ。すっげえやばい。局地戦での勝利に油断しまさかの事態が発生してしまった長野家、果たしてどうなってしまうのか。次回に続きます。ご視聴ありがとうございました。良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。